僕から話題の提供があるんですけどいいですか。はい、どうぞ。皆さんはクリスマス何をしてお過ごしになられるんでしょうか。え、スキップしましょうか。スキップしましょう。はい、そうですね。そうですね。僕この話するの2回目なんですけど全く同じ反応しますね皆さん。インポスター引きませんね。オレンジ、オレンジ青紫、オレンジ青紫。途中ささっきさ、ちょっと1個前の試合の話なんですけど、途中歌ってたじゃん。あれ記憶全部飛んだ、実は。ダメだ、歌っちゃダメですね、あれね。じゃあ青緑。だからペアで動いてたなとかね、だけど。おお、セーフ。よき。平和。はい、ボタン。平和。ナイスボタン。いやー、これ白いね。白いですね。じゃあ藤宮さんはあれですか。はい。ウェポンズからカフェテリア入った感じですよね。いや僕下からですよ。下からなんか下のテーブルの下にいたの。カフェテリアの右上でタスクやってて、その後アドミン入ってコミュニケーションあたりでショバスケさんとすれ違って、はいはい、その後すぐカフェ行きました。そのルートは右左回りってことですか。左回りですね。あ、了解です。リアクター直したのがゲンさんと夏目さんでした。はい、はい、そうですね。直前ゲンセキュリティでカメラ見てました。うん、初動メッドベイ行ってましたよね、ゲンさんと。はい、スナパイさんと夏目さんの応援したかな。ああ、ですよね、うん。ちょっとスナパイさんがなんかの十字路でじっとしたのは気になりましたけど、カメラ見られる。いやあ、どっちか。この字のところでスナパイさんとずっと一緒で殺されると思った。よかった。リアクターになった時にセンターが向かっていったのを見送って、右側で死体が発見できないかなと思ってナビゲーション O2 と行き来してる間にマシャカリさんと何回もすれ違ったっすね。そうですね。推理ができないな。わかんない。まあそうですね。誰も死んでないしね。平和に行きますか。そうですね。僕から話題の提供があるんですけどいいですか。はい、どうぞ。皆さんはクリスマス何をしてお過ごしになられるんでしょうか。スキップしましょうか。スキップしましょう。はい、そうですね。そうですね。僕この話するの2回目なんですけど全く同じ反応しますね皆さん。まあだってね、どちらの話ね、楽しみますって言っても何もしませんって言ってもどっちもあんまメリットない。ちょっとスナパイさん、スナパイさん黒目怪しいかなって思います。そうやって議論をかき乱そうとしてるのはちょっと怪しいよね。動揺を誘おうとしてるのが。水はオレンジ。水はオレンジ。うわ、二人死んでるが。やば。カフェテリアのさ、扉の下側の扉の、あのアドミン側に向かう扉の前。カフェテリアの中ですか。下のもう扉の前。カフェテリアの中で。中ほぼ中ですね。怖。スナパイさんごめんな、怪しいって言って申し訳ないです。でしょ。絶対しろ。ウェポン側に初動を向かった人間っています。この時間ですよね。はい。あ、いないんだ。じゃあ、魚さんじゃね。あれ、発見した死体どちらですか。魚さんと俺すれ違ってるから、直前でキルが起こってるのかどうかの判断になると思ってて、あと、どのタイミングで死んだんだろうなと思ってるんですよね。ウェポン側に行った人間がいないんだったら、魚さんはウェポン側に抜けておらず、だったらストレージ側に抜けてから、
ミュニケーションシールドナビゲーション2ウェポンとマンってウェポン側から出てきていない限り死体を見てないけど、そんな時間経ってない。死体はちょっと待って、死体は茶色だっけ。いや、翔介、翔介さん、うん、うん、はい、どうぞ。左回りで行ったのが僕と夏目先生しかいないので、右に行ってない人が多いなら、ほぼ全員下に行ったはずなんですけど、それは下に行った人全員がそれを主張できますか。います。赤、青、オレンジ、茶色、水色です。初手下は青、オレンジ、茶、あれ剣入ってないですか。高田さんは後半に行ったからか。あ、俺さ最初の左でメトウェイやってた。そうですね、僕も藤宮も高田さんと一緒にメトウェイ入りました。そうだ、あ、そうだ、思い出した。そうだ、藤宮さんと高田さんが左でいたのは確認してる。で、結構奥の方にスナパエさんが進んでた。うん、扉閉まるまで抜けられたのでも、うん、100% スナパエさんは無理。めっちゃ早いって思った。ちなみに死体発見直後に、うん、そう、まあ、死体発見直後にすれ違ってるのが魚なんで。そうそうそう。魚さんじゃんか。じゃあ魚さんしか。魚さん、じゃあ俺の目線高田さんになるの？え、高田さん無理、メッドベイって。え、マジか。うん、まあだから殺す直レポ、高田さん、そう、高田さんがちょっと殺せ、全員押そう、ボタンセルフレポになっちゃう。タスクやらずに全員ボタン。うわ、ごめん、全然全員来たら終わりだよ。現初手下なんですけど、誰にも見られてないっぽいので疑われてるかなと思って、押しておきます、すいません。あれ、センターさん一番最後尾ではあったのであれかもしれないです。ゲンさん見えてた人います？ゲンさん最後の方、カフェどカフェの右の方に行きました。アドミンってストレージの配線やって、まだアドミンが最終地点なので、あのストレージからアドミンに行く移動をどなたかが見かかってる可能性はあります。じゃあもう、マサカリさんつって、ゲンさんつって、高田さんつって終わりじゃない？ちょっと待って。僕は村です。マサカリさんって青だから、センターさん目線。そう。あ、なんで僕通すの？センターさんもじゃないですか？じゃあ、組じゃないの。あ、そうかそうか。じゃあ僕、マサカリさん、僕、ゲンさん、高田さん順でつったら。高田さんはほぼ白だと思いますよ。だって、メッドベイの中に行ったら最後、ね、一番最後。そうです。可能性が一番薄い位置だから、セルフレポートめちゃあるでしょ。うん、だから一番数字は最後でいいと思います。これちょっと記憶違いだったら申し訳ないですけど、うん、カフェテリアのドア閉まってませんでした。閉まってた。初手ね。初手。いや、その高田さんが死体発見する直前。あ、閉まってたんだ。ああ、閉まってたかもね。だから私あのアドミンで言ってるんで、もしカフェテリアの中で殺してるんだったら私絶対無理ですよ。あ、閉まってたから余計魚な気がしてきた。俺そこまで確証なかったからすれ違ったのがね、壁。でもアドミンに竹尾さんも言ってたはずでしょ。うん、いや、まさかりさんで終わるんじゃない。ちょっと待って。センターさんもちょっと釣りますよ、そんなんだったら。つってください。いいよ、マシカリさん。すいません、ゲンちょっと理解を置いてもいいですけど、マシカリさんがなんでそんな黒いんですっけ。え、もう単純に下行った人間が、赤、青、茶色、水色、オレンジだから。え、黄色は？あとは自己申告の黄色もね。うん。はい。一応。え、じゃあ、ゲンさん、センターさん、僕ですか。そっかそっか、ちゃんと覚えてるのか。うん、じゃあ、そういうことね。ははは、理解した俺は今、すべてを。ちょっと待ってください。ガチ白です。マサカリさん、クリスマス、女の子と過ごしますか？過ごしません。だから釣らないでください。いやー、死ぬ気ないなぁ。人間逃してくれ。ちょっと待って、なんで俺釣られるの？マジか。下行っただけで。マジかよ。雑ローラーで勝っちゃうか。あ。終わんなかった。終わると思ってた。めっちゃ回せした。マサカリさんじゃないか。マサカリさん白だったのか。終わりませんでしたな。マサカリさんごめん。すいません、多分みんなもそうだと思うけど、多分終わると思ってますよ、僕。半分ぐらいもう終わるかなって。そう。まあでもなんかこの雑ラロの流れになると困る人物がいたかなってちょっと感じるので、まあ雑ロラ続行がいいんじゃないかなって僕は思っちゃう。だから下に行った人物もういいよ。僕でもいいよ。センターさんとゲンぐらいしかないんですけど。先端ゲンつっていけばいいんじゃないですか。先端ゲンで追わなかったら高田さん。高田さんだった場合ちょっと怖いけど。うん、
あ、現地の、ね、じゃあ俺次ボタン押すよ。俺消費してないから、それだったら。うん、俺がボタン抱えたまま俺が残って俺がインポスターだったら多分一番しんどいと思うから。うん。誰押した？僕押したっけ？誰押したっけ？原産押してるから原産からでいいんじゃね？マジか。でもこのルートだと先端さん押した？押してないはず。え、だったら原産釣って終わんなかったら先端さん押して、先端さん釣って終わんなかったらいいんじゃね？こんなことをするの面白いのか？お前ら逃げるじゃねえ！雑だな。いやもうそれでいいと思う。まあ提案したら僕なんですけどね、雑のオーラー。できないね。人狼ゲームで襲撃なしで釣っていくのが村つゆな同盟ですから、いいと思います。僕動かないです。お待ちください。はい。いいと思いまーす。ごめーん。いや、そりゃ、どうなるよ。いや、両方右で殺しちゃいましたね、すいません。これ、多分、ごめん、俺から、申し訳ない。右、誰とも会わなきゃよかったちょっと待ってくれよ。何もしないのに死んだぞ。いやだ、一番の被害者。しかも、クリスマスも一人って言って死んだぞ。びっくりしたー。いや、まさかりさんそうだから、もうクリスマスっていうワードを出した時点であなたの死は決まっていたのか。俺、ちょ、夏休み、出した、夏休み先生。いやいやいや、最初にね。あ、最初出したスナパイさんだ。スナパイさんだ。かわいそう。風評被害。僕は押さずに、せめてセンターさんから回して、もう一暴れしたかったな。いや、ごめんねお手洗いしなきゃよかった。いやしょぼすけさんすげえとこにいたから殺しちゃったやつ。カフェテリア真下で殺したできてびっくりしました。いや僕なんか変なとこにいて、あれなんですよ、聞いてください、あの OBS のコメントを写すところに、うん、コメントチラッと写ってそれ読んじゃって、うんうん、やべえっつって、ごめん OBS 消さないとって言って隠してたら死にました。